どうも、アイエス 120% の男、ブス島です。イブバースやら実況プレイやっていきたいと思います。はい、小次郎編です。結構クライマックスに近づいてまいりました。今ね、前回か。今ね、っていうか前回ね、トリスタン城の、このね、船の上でね、なんか、銃声が聞こえたということでね、とりあえず行ってみたいと思います。移動、機関室を出る。そうだよな、あの銃声気になる。一体外で何が起きてるのか。前回悪も死んじゃったしね、もうしょうがない。いや、焦りは気持ちだ。慌てるな、小次郎。慌てるなよ。もう口が回んなくなってきてんね、もう。もう少し様子を見るんだ。なんだよ、まだかよ。ふう、そうだよ。もう少し状況を把握しないと。状況か。そういえば、真横、赤の部屋であれを見ちまって。状況的にどう考えても俺がやったと考えてんだろうな。こりゃどう考えても婚約破棄だな。はは、悲しいような、ほっとしたような。かた、誰だ。お、真横ちゃん。真横が、一体今、上で何が。キャー。なんだよ、おいちょっと待てよ。俺の顔見て悲鳴あげないでくれ。しかしどうしたんだ、フラフラしてたぜ。ショックのあまり気が動転してるんじゃ。マヨコ待ってくれ。おいマヨコ、あ、上上がろうと思ったらこんなになっちゃったよ。くそ、走らなくたって俺から逃げているのか。瞳にはお尻の色が浮かんでいた。あいつやっぱり誤解してるぜ。足が意外に速いな。どこまで行くんだよ。おいマヨコ待ってくれ、説明させてくれ。いや助けて助けて。マヨコ待ってたらグッと、おっと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 、う、ごめんなさい、痛かった。なんでよ。違うんだ、聞いてくれ。ロイド氏とは私には優しかったわ。とってもそれを聞いてくれ。俺がアクアの首相の部屋に行った時にはもう彼女は俺がやったんじゃないで、誓って本当だ。ロイド氏とはいい人だったのに。マヨ、なぜ彼女が、なぜよ、なぜ。私はドドン、お、何何、いや、よく動くな。何なのよ。何が爆発したような音が聞こえた。ぐわーんと。うわ、船が傾く。え、沈むんだっけ。キャーということで、ガン。くっ。頭を壁に打ち付けちまった。意識がくそ。マヨコ、プリン、弥生。おー。こんなになってしまいましたね。小次郎、痛い。頭が割れそうだ。シェーバーを頭てっぺんに乗っけているような感じだぜ。どんな感覚だよ。ビリビッと。目の前が痛い。目の奥が痛いか。肩が怪我をしたところがまた。なんか平均感覚が消失しているような。体がやけに傾いているような気がする。一体どうしたってんだ。どうした。ん、気がついた。迷子。う、ダメ、立ち上がったら。ふう、なんだか以前もこんな状況あったよな。そうね、気分はもう最低。ふふ、よかった。頭を強く打ったみたいだったから心配してた。大丈夫。ま、死ななかっただけ幸いかもしれないな。まだ辺りがぐるぐる回ってるが。肩も大丈夫。あ、そういえば君が、うん、でもまた傷が開いちゃってるみたい。氷室をかばって受けた傷がケチの始めだった。怪我が慢性化していたらってことだよな。え、なんでもない、独り言だよ。で、ここはどこなんだ。どっかの戦争みたい。そうか、機関室からだいぶ移動したからな。ええ、一体外で何が起きたんだ。いや、何が起きている、わからない。船が揺れたと思ったら急に。小次郎は床に頭から倒れてしまって、私はパイプにしがみつくのがやっとで。俺が気絶していたからどれくらい経った。だいたい10分くらいかな。あ、そんなもんなんだ。そうか、よし、ということで。あ、まだだったら大丈夫だよ。あれ、そういえばやけに湯が傾いてないか。うん、なんだか変なの。そうだな、それなんだか妙に静かだ。一体どうしたってんだ。おい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 、どうなってんだよこれ。ちょっとこれどうなってんのこれ。とりあえずじゃあちょっといろいろ行ってみるか。とりあえず移動すりゃいいのか。戦争出るか。そうだ、とりあえず外出てみようぜ。どこ行くの。戦争出てみる。だってまあ、十中八九捕まってしまうだろうが、まあ、弁護士でも呼ばないで死刑になることはならんだろうよ。細かい心配は後回しだ。ここでこうしているわけにもいかないだろう。でも、さてと、この扉だな。うわ、やけに冷たいぜ。取っ手が。ガチ、ん?ガチャガチャ。開かない。あれ?このドアの取っ手、歪んでるぜ。ガチャガチャ。くっそ、鍵が完全に噛んでやがる。おい、誰かいないのか?これ沈んでねえか?もしかしたら。おい。くそ、どうすりゃいいんだ。どう?ダメだな、ありゃ。そう。
試したのか、うん、いろいろやってみたけど鍵が壊れていて、あ、完全に噛んでいて開けられない。これさ、ちょっと嫌な予感するんだけど、マジでこれ沈んでね。まいたな、完全に閉じ込められちゃったの。ま、単純に外に出るだけの手はあるぜ。これさ、あ、ピストル、言っておくか、これは人を率先して殺すためのものじゃない、自分の身を守るためのものだ。うん、こいつの弾は威力的には相当なもんだ。これで鍵を壊せば、そう、助かるの。やばくねえかそれ、沈んでるんだとすれば。水を差すようで悪いが、そう簡単に行きそうもない。どういうこと？そう、どうやら俺たちはマジで沈んでるっぽい気がしますね、これね。まよこちゃん可愛いな、やっぱこう見ると。うん、そういうわけにもいかないで、ま、俺も確証があるわけじゃないが、少し戦争を調べてみないか。そうだね、まず調べよう。妙に静かだ、それに肌寒い。さっきの騒ぎは嘘みたいじゃないか。どうしたのかしら、マジ沈んでるなこれ。十中八九妙に静かだ、これはやっぱり、やっぱり。おいおい、床はやけに傾いてるな、迂闊に歩くと転んでしまうぞ。この空間だけ重力が延直に働いてないっていうわけでもなさそうだと。どういうことなの？つまりこの戦争自体が傾いているってことだよ。戦争が、あるいは船全体かもしれない。もう嫌な予感しかしないね。冷たいだろ多分。冷たい壁だ。あ、はいはい、沈んでますねこれ。エコーなしか。何をしてるの？壁を叩いてエコーが返ってくるかどうか確認してたんだ。返ってこないと少々やばいな。まあそうだな、ひんやりとした壁だぜ。寒いわ。え、寒い、ここは寒いわ。そうだな、かなり冷え込んできた。ふう、どうする、このジャケット着るかい？うん、ダメよ、小次郎はいっぱい血流してしまったわ。私よりも体温が低下激しいはずよ。しかし私は平気、お願い、ここで小次郎に倒れられたらそれこそ困るわ。それに肌寒いのは何も室温だけのせいじゃない。確かにやはりこれは沈んだな。ねえ、そのピストルでドア破れない？破ったら大変だよ。物理的に不可能じゃない。だが物理的に可能性と現実に可能かどうかはこの場合10日じゃないんだ。どういうことなの？俺の勘だが、いや、ほぼ確信しているが、ここは海の底だ、やっぱりな。海の底、そうだ。じゃあ船は沈んでしまったの？そうなるな、海の底。おお、少し不安そうだが、意外に冷静だな。もっと取り乱すと思ったが。おお、さっきの説明の続きをしようが。ええ、俺はこのブロックでドアの鍵はおそらく壊せるだろう。これが物理的な可能の問題だが、そのドアの向こう側海だったらどうする？それが現実に不可能という結論を導き出す。そうね、海水が流れ込んできた溺れ死んじゃう、そういうことだ。だが単に船が傾いているだけかもしれない。そうしたら結構バカみたいね。そうだから、そのために俺たちはやらなくちゃならないことがある。何？壁を叩くのさ。壁を？もしも船が無事なら誰かに助けに来るだろう。万が一海の底でも救助隊のシグナルになる。そうね、そうよね、そうだ。しかしそれにしても、何？冷静だな。そう、あ、女の子だからな、もうちょっと怖がってくれると俺も助けがいがあるんだけど。ふっ、やっぱり変な人。へえ、調子が出てきたな。よし、最後まで諦めずに頑張るんだぜ。でもこういう時に冗談言えるやつってやっぱ強いよねと俺は思う、本当に。まあとりあえずやっていこうか。さあ行きましょう行きましょう。とは言ったものの、正直言うとほぼ絶望的って感じだが、まあとりあえずもう話して諦めないということで、もう叩きまくるか。じゃあな、よし、叩くか。か、自分の頭ポカ。どうしたの急に。いや、なんでもないんだ。はは、壁叩くか。はいはい、どんどんどん。はい、答えはない。うん、それ式のことは俺は諦めんぞということでね。どんどんどん。ふう、何度も叩くのも結構疲れると。小次郎、肩から血がまた。大丈夫だ、これぐらい。よし、行くぜ、どんどんどんと。やっぱり答えない。いいのか、合ってんの？ふう、なんだかめまいが。文章は動いてるから合ってるのかな、これ。私がするわ。あ、可愛らしい音。ノックじゃないぞ。ごめんなさい。私、力がなくて。大丈夫、大丈夫。やっぱりもう諦めるなよ。ダメだと思った瞬間がダメになるんだ。うん、きっと助けが来る、そう信じてるんだ。おらおら、
ふうふう、諦めるななんて言ってる俺自身も完全に信じてるわけじゃないもんな。本当にこのまま酸素なくなるだろう、やばいだろ。どうしたの？いや、なんでもない。真横に心配させたくないぜ。どんどんダメか、クソ、なんともダメか今のところはな。クソ、こんなところ諦めてたまるか。答えはないか、もうないかな。それ式のことは俺は諦めんぞ。うん、ふう、何度も立つの結構疲れる。小次郎肩、あー、この辺ループしてんのか。じゃああんまりあれかな、じゃあ叩いてても意味ねえのかな。ちょっとまあしょうがねえな、話すか。じゃあ最後まで諦めないわ、最後まで。その息だ、移動、戦争出れねえしな。もう床も傾いてる。まあもう一回ちょっと叩いてみっか、私がする。おノックじゃない、同じか。まあちょっと動く前なんかいろいろやってみますわ。はい、ということでね、いろいろやってきたんですけど、おそらく小次郎編これが最後になんじゃねえかな。確かね、戦争をねどんどん叩いたところで終わったっていう記憶があったんで、次回からもう最終パートの共通項になってくると思います。ということで今回はここまでにしたいかと思います。小次郎編とりあえず終わりでございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。あんまり入れられないねとりあえずマリナの姿見せろよこの野郎。ブス島いつでもウェルカムだぜ。カモンマリナ、カモン。おほう、ボインボインちゃん。いや、脱げよ。ごめんね。めんご。許さん、脱げ。スリーサイズ教えてください。ソーシャルディスタンスですからね。北条さんは何をなさったんですか？いや、ナンパされてましたよ、おっさんに。形も見たい。タンクトップの紐のとこ指引っ掛けてこう上に上げたり。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。